ちょっとした、短いフレーズとかなんですけども、そういうのは中学3年生ぐらいの頃からちょっと書いていて、やっぱまあ文学だったりそういうのにはちょっと興味がありました。で、大学時代は、自分で哲学科に進んだんですけれども、哲学、ただ哲学科って言ってもそんなに面白くなかったんで、哲学科のメンバーを中心として、新しくサークルを作って、でそこでは例えば詩の発表会だったりっていうのはちょこちょこはやってはいました。でそれからですね、一回就職して実家に帰って、でそれから3年して世界をちょっと旅に行きたいっていうふうにもともとプランがあったので、その3年後に旅に出て、で世界をアジアを中心に放浪の旅をしていたんですけども、オーストラリアに結構長く滞在していた時があって、でその時に何が今後できるんだろうっていうのをすごく自分で考えたんですよね。まあ旅には本当は2年ぐらいで旅をして、で日本に帰ってっていうような感じではいたんですけども、もうその時もすでに2年以上経っていて、でオーストラリアだと自分で働いたりもできたんで、ファームで働いていて、でまあちょっとはその国際経験というか海外で働いてっていうのも体験して、これから例えば日本に帰ったりとか、まあ、そうじゃなかったりしたとしても一体自分が何ができるのかなっていうのをちょっと真剣に考えたんですよね。その時28歳だったんですけど、僕がで出会った人たちに詩を書いて渡すっていうような活動をちょっとずつ旅の間にし始めて、それがやっぱり一番最初のきっかけですね。詩人っていうのを強く意識したのは。雨の歌。雨のバス停で踊りましょう。骨折れ傘が雨音と舞う。目の前の今を楽しく生きると心に小さく誓いました。どこに落ちた雨粒も流れに入って海へ行く。それが好きなら自由でしょう。それが嫌なら不自由でしょう。雨のバス停で踊りましょう。にじんだ定期が水玉と舞う。目の前の今を楽しく生きると心に小さく誓いました。好きな詩人は、萩原朔太郎という詩人の方が好きですし、あと旅の頃読んでたのは金子光晴っていう方の詩を読んでました。例えば難しい感じの詩なんですよね。で僕が出会ってきた詩、読んできた詩っていうのは割とそういうのばっかだったんで、僕がそのちょっと昔は本当に数行だけの詩っていうのを書いてきたし、でそれ以降は割と物語風の詩を書くようにしてたんですけども、あまりなんかいわゆる詩っていう感じではないっていう自覚はずっとあったんですよね。だからその28歳になるまでは自分のこと詩を書いてるっていう感覚は特になかったですね。でそれ以降もそれほどはないです、そういう意味では。なので誰かに影響を受けてこういうスタイルっていうのは特にはないですね。はい。
なので自分の中で、まあ、いろんなスタイルで今は表現させてもらってるんですけれども、それも誰かがこうやってるからっていうのではなくて、もうその時その時の思いつきで、でいろいろ取り入れていろいろ試していく中で、で今はこういう感じになってるっていうスタイルになります。僕としてはですね、詩っていうのは基本的にはその朗読されるべきものっていうふうに考えていて、僕の作品本当に人から言わせば全然詩じゃないとか、もっともう小説のようだし、だけど小説にしては短いし、一体何なんだっていうふうになると思うんですけど、僕にとってはその朗読するべきものだと思ってます。で僕は全ての作品を書いた段階で、ただ黙読ではなくてちゃんと声に出して、でその響きで確認して、でこの作品ができたっていうような感じにしてるんですけれども、なので音で楽しむ、もちろん読んでも楽しむ、その2つができるのが詩だと思いますし、例えば映画だったりテレビだったり、例えば小説よりも詩はその空欄がすごい大きいと思うんですよね。でいろんな人がいろんなスタイルでこの一つの詩っていうのを楽しむことができる。映画だったら映画でも、例えば綺麗な女優さんがいたらもうその女優さんの絵になるじゃないですか。で小説だったら小説のその主人公の性格だったり、こんな人となりだっていうのは自分の中で与えられた情報で自分の中で組み立てていって、で例えばその顔自体っていうのはある程度作ることができると思うんですけども、そのキャラクター自体はそのキャラクターになると思うんですよね。詩はそれ自体もそのキャラクター自体全部を作ったりすることもできる、そういうそのスペースがすごいあるものだと思うんですよね。なので僕がやっている特にこのポエムナイトっていうのは、僕の詩を聞いてもらって、で例えばどんなキャラクターが思い浮かびましたかっていうような質問をして、で私はこうでした、でこの人はこういう性格だと思うとか、こういう理由でだからここでこうしたんだと思うっていうのを、なんかそれぞれ正解で、それぞれが人がイマジネーションを沸かして、で楽しんでもらえる、なんかそれが詩だと思いますし、特にポエムナイトだとそういうのをみんなの意見を聞いて、であそういうのもあるんだなんていうのが、例えば僕が思ってもいない答えなんてすごい数多くあるんですよね。で僕はもちろん一つの想定をして、でそれで詩を書きますし、で書いた以上はそのこういう設定で書きましたってのはあるんですけれども、ただそれが世に出てこの作品としてポエムナイトで読まれた時点で僕だけのものだとは思ってないんですよ。なので僕が想定したキャラクターってのが別に答えではなくて、それぞれの人がそれぞれの答えを持っていて、でそれを話し合って、あそういうのもあるね、そういうのも面白い、むしろそっちはいいななんていうこともよくありますし、そうやって楽しんでもらえるのが詩かなと思ってます。